こんにちは、鶴姫役の下ひかるです。プロメテス君、ボンジャベ君、青山穂子です。そしてゲストに来ていただきました。自己紹介お願いいたします。はい、第2冥界大国のタムドクです。ジンと申します。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、本日、10月の6日金曜日、第28回の魔界通信ということで、我々にとっても久しぶりの魔界通信なんですけれども、まさかジンさんがゲストに来ていただけるとは思ってもみなかったです。ありがとうございます。いやもう非常に緊張しております。本当ですか？いや本当本当です。ありがとうございます。ちょっとお話いろいろ聞きたいんですけれども、まずは、はい、ジンさんが演じるタムドクのキャラクターの説明をさせていただきます。はい、はい、タムドクは冥界第二帝国の一人です。第19代コウクリの王として名を残しています。唯一無二の究極ハイトーンボイスで魔界の霊力を最高潮に高めます。はい、タムドク、いやいやいや、本当にタムドク、歴史上の人物なんですけれども、なかなか我々にはあんまりこう、ね、授業でやった、うん、馴染みがあんまりない、ね、ないぐらいな、うん、マニアックな、逆にどうですね、韓国の確かに歴史の授業には出てくるんですけれども、それが最初勇者様の力からそれタムドクって言われて、はい、あみたいになって聞き慣れてないというか、まさか日本の人からそれ言われると、ね、いきなりちょっと凍っちゃいましたね、それ聞いて。あ、まさかあのタムドクですかみたいなね。そうですね、逆にこっちからタムドクって何ですかって聞けないじゃないですか。まあ、ジンさん来ていただいたんですけれども、はい、魔界はいつから参加されてますか？もう我々にとっては結構だいぶこうジンさんの声に侵食されてる感があるんですけど、うん、一回聞いたらもう忘れられない声なので、うん、でも実はあんまり多分回数自体はなくてですね、はい、多分 4,5 回ぐらいだと思います、多分。参加してそんな回数なんかもういる、ずっと、うん、そう、なくてはならないというか、本当感謝しております。でも実は毎回いつもストーリーも変わるしアクションも変わるから、うん、ずっとバンドしてやってなかった、まあ、自分にとってはなんか最初、まあ、初回の時は本当緊張して声が出なくてですね。出てきたけど。出ましたね。分かんねえ基準が。分かんねえ。いやでも本当はバンド公演とかではワンマンとかだと、まあ、20曲とか普通に歌うので。まさか。いや私、うん、バンドの方の YouTube も拝見しまして。うんうん、ありがとうございます。とんでもないの20曲歌うんですか？うん、実はうちのバンドはですね、まあ、はい、まあ聞く人には多分そこまで伝わらないと思うんですけど、やる側としてはもうアスリートなんで、アスリートライブが終わったらもう筋が痛くて仕方がないみたいな感じですね。そうなんですね、アスリートだ、びしゃびしゃだ、もう汗とか。そうもう3曲ぐらいでもうびしょびしょになるんで。ちょっとじゃあこれほんとね、魔界、魔界以外でやれてるバンドの方もちょっとお話伺いたいんですけれども、まず最初に、はい、我々は第77回公演を終えたということで、なんか流れ的には魔界の最終回みたいな流れで。終わったんですけれども、77回公演振り返っていかがですか、ジンさん。いや毎回実は舞台裏で皆さんのなんかやってるアクションとか演技とかを聞きながら見ながらなんか勉強させていただいてるんですけど、今回はまあそれでどんどん魔界に関する理解も深まっていって、
で今回特にまあ、あと写真も先ほど送ったんですけど、はい、三友さんと、月谷社さんの演技が素晴らしかったので、本当に後ろで聞きながら、あ、なんかちょっと感銘したっていうか、いやね、本当ですよね、素晴らしかった、本当に素晴らしかった。いやあ、でも嬉しいです、ちゃんと聞いてくださってるんですね、裏で。いやいや、実はですね全くその舞台とかの経験がないので、例えばミュージカルとかあるんじゃないですか、はい、でそういうとこでみんななんか演技しながらちゃんと歌まで歌ってるから、しかもセリフも結構あるから、いや、もう素晴らしいなと思って、うんうん、でもちょ自分がとてもできない。いや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 、思いました。どうですか、今後その魔界でサム族としてなんかセリフが振られたとして。いや、実はミュージシャンさんから、まあ、言われたりはしたんですけど、まだ正直こうそれ最高じゃないですか。いや、非常に怖いですね。だってじいさんは3カ国語ですか、話せるのは。もっとですか。まあ、ネイティブは韓国語で、はい、で次が日本語で次は英語ですけど、そうですね、まあ、でも比率で言うと韓国語が8、日本語が6、英語が3ぐらいです。いや、日本語6ですか、めちゃくちゃお上手ですけど。全然自由ある。いや、全然、ね、でもあれです、海外に長く住むと母国語、まあ、日本語もそうですけど韓国語もどんどんなんかローカライズじゃないんだけど、どんどん、まあ、特に韓国語と日本語は 文脈が一緒だから、へー、ある文脈は日本語で言った方が逆に伝わりやすくて、でも逆にこっちの方は、まあ、韓国語がまあ早いよねみたいな、そういうのは結構ね、結構あったりするんで。ね、だからもうどっちも、はい、わけがどっちも微妙ですね。逆にずっと韓国語で喋ってた人たちからと普通に韓国語で喋ってると、なんかお前ちょっと言い方が日本語なんだよねみたいな、まあよく言われますね。あるんだそういうの、すげえな。いや、実は結構あるんです。確かに、でもちょっと私もアメリカにいて急に日本にのメール、日本語のメールを送ったりすると、なんか翻訳、 Google 翻訳使ったみたいな日本語になったりするの。よくあるパターンですね。バイリンガル特有のやつだ。いや、でも3カ国語だったら どれでセリフが来ても大丈夫ですもんね。いや、すごいですね。すごいですよ。まあ、逆に韓国語で、まあ、もしセリフを言うんだったら、もし間違えてもみんな気づかないので、それでいきたいと思います。まあ、言われると確かに。確かに言われると確かにではある。で、まあ、前回の77回公演で多分ホコさんも私もめちゃくちゃジンさんに言いたいことがあると思うんですけど、あれ、何の曲でしたっけ。五条弦ですね。五条弦のスーパーロングハイトーンが、あれ出ましたね。すごかった。声だと思わなかったもんだって。そう、もうなんか人間のなせる技じゃないので。これよそでも話したんですけど、五条弦始まってこのジンさんのこうわーっていうのが聞こえて、でまさかそう人間の声だと思わなかったから、なんかあ、トップかと思ってチラッて見たら、ジンさんがマイク持って歌ってたから、あ、なんだジンさんの声かと思って、ジンさんの声ってなったんですよね。本当に本番で二度見する。本当に私も戦いアクションの中にいたんですけど、本当に何みたいな。すごすぎました。いや、実は結構ですね、自分のバンドのライブでは結構やるんですよ、実は。逆にちょっと、うんうんうん、くれてる客と、じゃあ誰か競争しますかみたいな、シャウトの長さで競争しますかみたいなやったりしてるんで。すげえ。それでどんどんね、長くなってここまで切ってるんですけど、実は前回のやつは直前までやる
かやんないかを結構悩んでて実は。なんか俳優さんたちにちょっと迷惑かけるかもしれないし、それでちょっと今までちょっとね自分をまあ抑えてたんですけど。抑えてたんですか。今まで抑えてるんですか。わかんねえ基準。強すぎる。ね。うん。実は今回あまあやるかってなってやって、まあやったのはいいんですけど、まあ結構長かったんじゃないですか。いやすごかった。20秒ぐらいあったらしいですもんね。どこで来た方がいいかなっていうのをちょっと後で考えながら余裕ですかまだもしかして。ああ、いやあれぐらいは、まあ、まあ余裕とは言わないちゃんとねその下準備ができてれば余裕ですね。すごい肺が6個くらいあるんだきっと。すごいサンサンで肺があれ、あの普通にバンドのキャスターからよく言われます、どうなってんのみたいな。いやもう全然共演者からもどうなってんのですよ。いやすっごいかっこよかったあれマジで。いやなんかあんまりでもその邪魔したみたいなそのお気遣いをねそのいただいてたっていうお話がありましたけど、ああいうの聞かせられる、まあ私は全然戦わない部類ではあるんですけど、戦う側からしてもああいうの聞かされたらもうこうしちゃうから相乗効果ですね石田さん。そうなんです。あのしかも なんかねあの本番で やられたじゃないですか、リハとかせずに。で、うん、ジンさん仕掛けてきたなって思ったんですよ。で、あのもう我々は本当に魔界の音楽のレベルがもう高すぎて、演者側そしてアクション戦う側としてはもう音楽に負けられないっていう思いが本当にあって、ああだからもう、はいはいはい、あもうこんばんは負けられない頑張らなきゃってすごい思いました。いやでもやっぱあの魔界の方って演者さんもたくさんいるし音楽家もいるから、これは歌う人としてあの BGM として歌うべきか、それかもう少しまあちょっとあれですけど、まあ、でしゃぶるべきか、ね、っていう境界線ですかねいつも。なるほど。全然だってジンさん歌ってる時にあの、はい、その橋がかかるんですよ。橋がかかるんですよ。あの伸びやかでっていくから橋がかかるんですよ。だから5上限のその20秒のロングトーンの時とかも、うん、後々そのツイッターとかで上げてらっしゃる方がいて、それ見返した時に、うんうん、足がかかりすぎてなんかあの万里の長城ってこうやって生まれたんだなって思いましたね。あすごい名言じゃん。すごいです、万里の長城こうやって生まれてるんですよ多分。ジンさんのこれで生まれてるんです。わあすごい本当に素晴らしかった。あれはわそうか、まだまだ片鱗なんですねあれで。負けられない負けたくない頑張ります。こちらこそこちらこそ。はい、ということでそんな77回の魔界なんですけれども、はい、まあ、我々この魔界通信で恒例になっております、お気に入りの写真を選んでここでこう皆さんで見ていくというものなんですけれども、今回ですねというか今回からちょっともうちょっと魔界の民の皆さんが撮ってくださった写真にフォーカスを当てたいというか、もっともっといろんなお写真紹介していきたいなということで、うんうん、新たなコーナーとして、魔界写真部、魔界写真部というコーナーを立ち上げまして、こうもうちょっとねお写真についてこう皆さんが撮ってくださったお写真についてお話ししたいなと思います。なのでねあの、はい、今後撮ってくださった方のお名前も、ちょっと一緒に発表させていただけたらなと思います。我々本当にいいお写真たくさんあってとても楽しみにしてるので、なのでありがとうございますいつも、はい、今後ともぜひどんどん上げていただきたいなと思うんですけれども、じゃあまずはほこさんのお写真からいこうかな。いいんですか。はい大丈夫かな。ほこさんがほこさんのお写真はですね、はい、ゆうこさんが撮ってくださいました。こちらでございます。ね、すごいいいお写真ですよね。
これあの話題を呼んだあずきさんの覚醒シーンのお写真だと思うんですけど、はい、このあずきさんのパワフルさとでちょっとこの意表をつかれているこの秀頼とおぼろと、うん、この中西優のこの背中越しからなんでやるっていう気持ちがすごい伝わってくるんですいや本当に本当にでその向こう側でもう不動の状態で耐え上げているねえ仁さんと剣士のお二人と最高の一枚だなと、もうこれこそ魔界だなと思って選ばせていただきましたゆんこさんもこの瞬間をよくぶれずに綺麗に収めてくださって本当そうなんだよね、そう絶妙なんですよ。あずきさんとかだってこれ多分ちょっとジャンプしてますからね。浮いてるよね。浮いてる。これ素晴らしい躍動感。こうビャッコのね髪の毛のブワーっていうのがねまたね素晴らしいんですよね。なんでやねん感が。いや最高最高です。そうちょっとねいろんな素敵なお写真があってすごい迷ったんですけど候補が何枚かあってね。全然こうパターンの違う写真で候補がいっぱいあったんですけど、うん、ちょっとまずはこれを出させていただこうかなと選ばせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。さあ私、うん、あの選ばせていただきました、まずこれは絶対に選ばなきゃいけないと思ったのが、うん、カメラマン馬場さんが撮ってくださったお写真なんですけども、こちらです。ありがとうございます。あーここでそうあのオープニング五芒星群が一列に並んでポーズを決めるっていうところなんですけれども、うんうん、まず五芒星群が五芒星群として何かをするって本当になくて、うん、それぞれが勝手に何かしてる軍団なのであの集まってこんなかっこいいところが出るあるのがまず珍しくて、今回このシーンがあったことによって初めて軍団のグループラインってこういう時に使うんだってみんな軍団のグループライン作ってて五芒星群だけないみたいな言ってたんですけど、そうなんです。こういう時に必要なんだっていうのを、はい、あの最終回にしてやっと学ぶことができました。いやでもこの登場シーンってあのどちらかというと舞台で一番大事だったりするんじゃないですか。そうですよね。歌うとなんか皆さんなんか一人ずつ出ていくのがちょっと後ろから見てて、まあ、前からもそうですけどかっこいいなってずっと思ってまして、はい、ありがとうございます。嬉しい。みんなあの演者がみんなステージに上がるのってなかなかないんじゃないですか。ないですね。これはあの逆に客とを知ってみてたらどういう感情なんだろうかっていうのをちょっとあの結構思ってましたね。あの舞台裏で確かにあのしかも魔界って人数が多いじゃないですか。すごいだからもう本当舞台上所狭しと演者が並ぶみたいなのがもう本当にあの私最後に出るんですけどもあの間をこう失礼しますみたいなそれぐらいステージパンパンになるぐらいみんながかっこつけて立ってるっていう、そうですね、ちょっとこれはね、うん、嬉しい。かっこよかったですねここのシーン。ありがとう。なんか稽古の時にあのこう稽古場でもここ練習されてたじゃないですか、うん、でこう人こうみんな一列に並んで後ろを向いて多分拍のカウントでおのおの振り向くタイミングが決まったと思うんですけど、そうですそうです。まだこうみんな練習してる時にあの時丸役の鮫島レオナが1,2,3,4みたいな、なんかあの横にこう合図を出しながらやってて可愛いなと思いながら見てました、ね、そうなのあれはあのオッケーじゃあ鮫島ちゃんあの初めてだからみんなが分かるようにカウントしてあげてって言ったら、うん、本当に、うん隣の私にしか聞こえないぐらいのカウントだったのねえって気づかなくてあのずっと振り向かない人とかいたんそうそうねえ聞こえないよでもあのそういうのも含めて本当になんか楽しかったです。五芒星群でやっとワイワイできたシーンでした。よかったですねよかった
ということで、続きまして、はい、ジンさんが選んでくださったお写真をお見せしたいと思います。これがまずですね、すいません、ラットさん、ライトさんが撮ってくださったお写真です。あのこれなんかこれおかしい、おかしい、ま、ね、舞台中のお写真とは思えないんですけれどもこれ今じゃないですか、これあずき新井さんですね、きっと。そうです、そうです、そうです。客席でどうしてその数あるお写真の中からまずはこちらを選ばれたんですか？いや、あの劇中の中であのあずき新井さんのキャラクターって、うん、まあギャグ的な要素も若干あるんじゃないですか。ありますね。うんうん、そう、その要素があの絶妙に相まった写真がこれだと思いました。ね、もちろんあの ご本人はとてもいい方なんですけど、ね、そうですね、あれを演技しながら果たして本人は何を考えてたんだろうかっていうのは非常に気になりましたねえ、なんでここに一人で倒れてるんだろう。首がポロッと出てるところがまあ いやでもこれきっと計算ですよ、あずきさんは結構綿密に自分でプラン考えてらっしゃるところがあるから。確かに結果ね、こうやって写真に撮られてるわけですからね。いやこれは天才ですね。天才ですよ。人才に天才って言われるのすごっ。いやいやいや、こういうセンスってやっぱね、普通の人じゃ考えないですか。本当ですよね。いや、あの意外すぎて、ジンさん、ね、こういうお写真選ぶんだと思って。いや、あのもちろん、まあ、真剣なところは真剣に行きたいんですけど、こういうなんていうか、センスが効いた。そうですね。こういうの大好きですね。あ、そうなんですね。素敵。ちょっとじゃあ次、続いてあの真面目なやつで。はい。はい。こちらです。これはね、はい、こちらはですね、神月かな、はい、神月レイさんが撮ってくださったお写真です。まあ、す、この写真素晴らしくないですか。素晴らしいです。素晴らしいですね。写真真っ赤いで、写真集を出すならもう入れてもいいぐらいのいい写真じゃないですか。いや本当ですよね。入ってる、もう入ってるね。なんかこうやっぱ実際に会場で見るとここまでお顔って大きく見えないじゃないですか。それがやっぱ写真だからこそ見える住友様の表情というか、それが本当に素晴らしい。いやもう舞台裏でこのセリフを まあ、ずっと聞いてたんですけど、セリフ自体も結構長かったし、これはあの一文字も間違えずにできるかなっていうのも正直あったんですけど、逆にもう演技にもう何と言いますか、もう今韓国も日本語出てこないんで、ね、演技に集中自分を何て言うの、あ、いやもう集中しすぎてで写真を見て、あ、やっぱりなんかいろいろな感情が相まって、しかもこの月夜叉役の、はい、神崎くん、はい、これであの、まあ、引退と言いますか、そう、魔界は卒業ですね。そういうのがいろいろ相まってなおさらいい写真だと思いました。そうなんですよね。なんか本当もちろん演技なんだけど、なんかその、現実の自分のシチュエーションとかも相まってうんうんうん、神崎くんの思いとかタルさんの思いとかも含まれての素晴らしいシーンだったので、なかなか、まあ、演技とか見て あの人演技上手だなみたいな、まあ、思わないんですけど、これはさすがに感銘を受けました。あ、そうですね、素晴らしい。いや本当魔界の長い歴史に残る名場面だと思います、これは。ということで、お写真、何枚か紹介させていただきました。これからもこの
配信の方でお写真どんどん紹介できたらなと思っていますので、ぜひねツイッターの方にマカイのハッシュタグをつけてつぶやいていただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、まあ、ちょっとあの冒頭でお伺いしたんですけれども、まあジンさんはこうマカイの外では、バンドのメンバーとして活躍しておりまして、イリュージョンフォースというバンドですかね。はい、はいはい、ちょっとそちらの方のお話もね、あの、はい、こう見てくださってる皆さんに興味があると思うので聞きしたいなと思うんですけれども、はい、まず、まあ、イリュージョンフォースさん、ちょっとあの先ほど言った通り見させていただいたんですけれども、全部英語の歌詞ですよね。はい、そうなんです。でも、まあ、最初から活動のメインは日本なんですか？あの実はですね、あの何年、ちょうどコロナが始まる直前にバンドを結成して、最初からあの海外向けでやりましょうっていう話だったんですけど、ああそうなんですね。なんという、あのファーストが出た時点でコロナになったっていうのがあってそれで、まあ、日本活動を中心にして、まあ、なんとか言いました、今まであの、うんうん、名脈をつないでいます、ね、であのメンバーの方もすごくグローバルですもんね。そうですね、あの一応僕が韓国から来て、あとベースの子がアメリカから来て、であと、まあ、ギター2人があの白丸兄弟っていうちょっと変わった名前の白丸兄弟なんか僕はあんまり分かんないんですけど、あの、まあ、五郎丸の方がもっと有名ですかね、もしかして確かにそうなんですか。これなんか白丸結構珍しい名字だらしくていや珍しいです、まあ、うん言われてみたら、まあ、聞いたことないなみたいな感じだったんです、ね、しかもあの名字なんだって感じです。うん、名前っぽい。あれ白丸、あそうなんですね。名前っぽいですよね、名字よりは下の名前。いやそういう感覚がね、ちょっと、まあ、違いますもんね。ちょっと分かんないんですよね。最初から白丸岩ですって言われて、うん、白丸、ああ長いなって、スポーツの英語は非常に長いんだろうなみたいなことしてるんですけどあとドラムの子がまだ日本の子で、まあ、ジェイドっていう子で5人でやってる、でちょうど今日発表したんですけど、はい、イタリアのフロンティアレコーズというあの、まあ、一応、まあ、世界的なレベルと契約しました。わー、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。イタリア。イタリア。うん、なんかそのまあもともと海外向けでやってたので。それからするとまあ大成功みたいな感じですね、個人的には、うんうん、そう、あそうですよね。ってことはもう世界ツアーとかも始まっていく感じですよね、きっと。一応来年から何個かあのオファーみたいなのがあるんですけど、うんうん、まだまだわからないんでいや楽しみですね、これはもう。いやあの本当にね、皆さん見た方がいいです。あの全然違う、あのタムドクと全然違うの、本当にね、あのこれはね見てほしい。あのなんかねすごい、あのかっこよかったです。あのごめんなさい、なんかファンみたいな感想になっちゃったけど本当にね、あの全然違くて、まあもちろんですけど、あの お客さんもうわーってなってて熱狂してましたよねすごくてさらするわ、うまいよ、まあ、せっかく来てくれたからみんなで楽しまないとあんまり意味がないかなと思って。いやなんかでもあのもう本当あれですよね、先ほどアスリートって言ってましたけど、多分お客様も筋トレみたいになってますよね、うんうんまあ、そうですね、まあ、首振ったりも、まあ、ずっと手上げてみたいなことを言うので、ちゃんとずっと声出してみたいなこと言うから、多分疲れたらみんな、ね、疲れて死ぬんじゃないですかいいですね、命がけのライブ最高ですね、うん
もう本当。いや、それぐらいや、それぐらいやんないとですね。いや、本当になんかもう魔界でしかまだ見てない方は本当にあのジンさんの違う一面というか。見ていた本当に見ていただきたい。ぜひぜひお願いします。あと1個あの個人的な質問をいいですか。はい、本当に個人的なんですけど、魔界って今あの差し入れにこうちょっとお願いがいろいろこうありまして、飲食の差し入れがちょっとできないっていうことで、はい、あのお客様にもこうお願いをしてるんですけれども、ちょっと私のですね、あの身内のものが、あとジンさんが素敵だと、ああもうそ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 うちの実の母が、あのメロキュン状態になってます。で、ぜひまた次ちょっと機会があれば、あのジンさんにこう差し入れを何かプレゼントボックスにね、ジンさん宛てにこう差し上げたいと思うんだけれども、こうやっぱこう何がお好きで何が苦手かで、またその飲食じゃないものって何か結構限られてきてしまうので、ちょっとそういうなんか例えばこう消耗品的なものとかでも結構なので、こう差し入れでいただいてこう個人的に嬉しいものとかがあればちょっと教えていただきたいなと思いまして、いかがでしょう。いや、実はね、バンドでいつもいただくのは酒ですね。はい、ビールか、ビールか日本酒か、もうだからあのバンドのステージではずっと、うん、実は飲みながらやってるんですけど、お酒をそう飲みながら飲みながら、あのステージドリンク代わりに飲みながらやってます。いいライブだ。いつからかわからないんですけど、それが一つのなんかパフォーマンスみたいになっちゃって。はいはいはい、はい、まあでも飲みながらやったら楽しいんですよ。結構ね、あの途中からテンションがちょっとおかしくなったりするんで。そうですよね、ハイになっていきますよね、きっと。で、それで、あの、飲食以外で、そうですね、ちょっとお酒以外で何かございますかね。いや、もしかして世界で一番難しい質問かもしれない。他のものを考えたことはない。確かにね、あの飲食が多いですもんね、差し入れって。まあそうですよね、うん、そうですね、うん、私もお酒ばっかりもらうもん。いや、ほら、もうだから、うん、お酒好きですか。これはもう僕ですか。はい、うん、お酒は好きですね。あの我々も生配信、この YouTube で生配信するときはもうみんなお酒飲みながらやってて、特にもうこのベロベロになってくる青山鉾はもう常に もう手が届くところにお酒があるという。そうですね。いや、もう今そういう雰囲気結構好きですよ。あるんかい。今近くにあるのはこちらですね、黒霧島という焼酎ですね。さすがでございます。あ、なるほど。コトンつって、はい、はこれも お酒なんです。何飲んでるんですか。今は何でしょう。なんかちょっとあのさすがにバレっちゃちょっとまずいかなと思って、この中身が見えないコップにしただけで。でも結構酒タンブラー感あるなって思ってましたけどね。酒飲みのタンブラー感あるな。これですよ。あ、ちょっと言ってくださったら私もウイスキー作ったのに。あ、いや、でもまだあの初回だし、ちょっと雰囲気がわからないから。そうですね。そうですよね。確かに。感がよくあるんで。次ぜひ。そうかそうかそうか。次はぜひ飲み配信。そうですね。みんな酒を用意して。歌いながら飲むので、全然そことか感じます。マジで。歌いながら。あ、すごい。なんか。そうか、どんどん予想外なジンさんが出てきますね。お茶目な一面も。魔界では実は結構ね、ちょっと性格が内気な性格だから、あのなかなか皆さんの方に自分から挨拶にはなかなか行けなくてですね。かわいらしい。というところがちょっとありますね。え、魔界は飲んでないですか。飲んでないですね、さすがに。いや、なんかそのですよ、ね、うん、バンドはもう 2,3 年ぐらいずっと飲みながらやってるから、まあ、慣れてて、もうお客さんも
逆に、え、今日飲まないみたいな、逆に言われたりして。そう、だから、でも、みんな、まあ、いつも来てくれる人は、うん、まあ、歌の調子を知ってるから、うんうん、逆に飲まなかったら、今日調子悪いみたいな、こう言われたりして。心配した。逆に、逆に。なるほど。うん、さあ、でも、魔界では、あの、責任が重いと言いますか。いやいやいや、バンドもまあ、ね、なんだったらうちのバンド全員、まあ 飲みながらやりますからね、ドラムの子以外は。まあでもそれがまた一つのバンドの色なわけですよね。やっぱそのそね、飲みながらやるなんて想像ないですからね。楽しそう。じゃあの差し入れはあの母のセンスに任せようと思いますんで、お願いいたします。お伝えしておきます。すごい。はい、ということで、お話たくさん伺いましたけれども、次回の魔界が、はい、魔界特別公演ということで、はい、ちょっとね、あの魔界音楽劇ということで、こう音楽班の皆さんがこうスポットを浴びて大活躍される回なんじゃないかなと思います。我々まだ何も知らないのですけれども本当に知らない。はい、まあ、ジンさんそちらももちろんご出演されるんですよね。はい、出演します。楽しみに。はい、何をすればいいかこれから決めます。ね、それこそ音楽劇だから、もう別にガンガン主役でいいわけじゃないですか。フルスロットですよ。どういうステージになるか非常にあれですね、あの楽しみですね。本当ですね。場所もね、今までと違って違う場所なので、どうなるか我々も楽しみにしたいと思いますが、そちらの、はい、公演情報をお子さんからお願いいたします。はい、魔界特別公演、ザ魔界煉獄無双ということで、2023年12月8日北沢タウンホールさんにてやらせていただきます。場所を北沢タウンホールに移して魔界の感謝祭的な作品になります。そして来年からの新シリーズの序章的なものでもあります。いつもよりお求めやすい価格でご提供になると思います。ぜひご来場を。by 勇者、こちらは2023年9月24日の魔界公式のツイートから拝借しております。よろしくお願いいたします。読んでんなと思った今。すげえ読んでないんだもん、だって情報。そうなんです、情報がまだ出てないんです。ただあのちょっとね、チケットがお安くお求めいただけるということで、うんうん、しかもこう特別公演で新シリーズへの布石ということで、まだ魔界見たことない人もここからチャンスなんじゃないかなと思っております、はい、うん、ですね、うん、楽しみですねこれ ね、 楽しみですね、うん、なんかあの音楽、魔界音楽劇とは言ってますが、あの勇者様曰く、あの演者さん、その演じる方の役者さんたちも本編と同じぐらい出るということで、はい、もうわけがわからないよ。変更もあと、あの新キャラも出るということです。もうわけがわからないよ。ぜひお楽しみにお待ちください。はい、引き続き、はい、次回の配信について、私の方から告知させていただきます。次回の魔界通信が第29回、10月の13日金曜日、同じく20時からプレミア配信となります。ぜひチャット欄でコメントで参加していただけたらと思います。 MC が私志田ひかると目黒良治、そしてゲストに来ていただくのはこの方です。77回で初登場となりました月雲役、うん、小野陽子さん。いえー、もうこのアーシャがすげえな、はい、そう、うんうん、あのみんな気になってると思います。謎めいてる、あの存在が、もう舞がダンスがすごすぎて、うん、いい意味で本当に気持ち悪いダンスだったので、うん、はい、
ぜひあのお二人にはその希少さがどこから来ているものなのかっていう話をねたくさんしていただきたいなと思います。本当に本当に、はい、ちょっと楽しみに、はい、まあ、マカイ初登場、前回初登場したばかりなので、ちょっとまだ未知なところたくさんあるので、うんうん、いろいろお話聞きたいなと思います。はい、あ、でですね、あのこれ恒例なんですけれども、ちょっとあのすいません、前もってジンさんにお伝えするのを忘れてしまいました。あのゲストの方から次のゲストの方に何かコメントを残していただくんですよ。いつもあの初登場すぎてもうだなん多分会話もしなければ何あの難しいとは思うんですけれども、質問でもいいですし、あのコメントでもいいですし、もし何か小野陽子ちゃんにあれば、うん、一言残していただけたらありがたいです。あのダンスのインスピレーションはどういう風にもらいますかっていうのをちょっとお聞きしたいですね。あ、いいですね。もう気になる。そうですよね。いや全然全く違う、まあ、違う業界ってあるけどあのやってることが全然違うから、ああいうと体で表現する方はいつもどういうところからあのインスピレーションをもらってあれを表現してるのかなっていうのはいつもちょっと気になってました、うんうんうん、しかもあのクリエイトし続ける職業じゃないですか。から何かをずっと入れ続けないと出し、うんうん、新しいものを出せないそうですね、うんうん、そういうの確かに気になりますね。で、わかりました。ちょっとじゃあ次回小野さんに聞いておきたいと思います、うん、はい、ありがとうございます。重い質問です。ね、確信に迫る、気になるわな、うん、素敵な質問です、はい、ということで、配信の方がそろそろ終了の時間が近づいているんですけれども、ジンさんの方から告知があれば、ぜひ皆さんにお願いいたします。はい、個人的にやってるイリュージョンフォースというバンドなんですけど、実はあのサードアルバム の制作の真っ最中で、なかなかライブがなくてですね、でもその中で決まってるのが、10月11月にあの台湾のバンドと一緒に対バンをします。で10月は、そう、初台湾をまさかライブで行くとはちょっと待ってくれてるんですけどやったーそれが台湾を満喫していきたいと思います。それが、10月の20日と21が台湾で、はい、その後東京と大阪の方が、11月の11、そして12ですね。あのツイッターで検索していただければすぐ出てくると思うので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、そして、ホコさんの方から告知があればお願いいたします。はい、まだお出しできる情報は何一つないんですけれども、来年1月あたりにですね、あの舞台出演が別のもので決まっておりますので、うん、あの青山ほこのツイッターでちょっと情報をお待ちいただければなと思います。よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、ということで、魔界通信終了のお時間となってしまいました。本当に、はい、久しぶりの配信で、やっと復活できたということなんですけれどもちょっと緊張しちゃった流れもなんか分かんない、はい、すっげー喋ってましたよ。でもいや、ありがとうございました。ゲストに来ていただいて、しかもアルバム制作中のお忙しい中に、うん、ありがとうございます。さっきまでクワイアとコーラスを撮ってました。すいません。いやいや、ありがとうございます。美味しいお酒を飲んでください。ということで、本日の魔界通信はこの辺で終了したいと思います。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。またお願いします。